こんにちフォルテデザインシステムズ社のシステム C ビデオトレーニングシリーズにようこそ今回はシステム C テストベンチモジュールについて紹介します前回はシステム C のクロック同期スレッドである SCC スレッドを用いて FIR フィルターを記述しましたそこでスレッドを構成するリセットによる初期化それに続くフワイルルループ入力と出力の処理及びフィルター機能について学びました 次にすべきことはフィルターが正常動作していることの確認です。今回はテストベンチの作成とフィルターとテストベンチをインスタンス化しそれらを接続する階層的テスト環境の構築方法について学びます。またテストベンチモジュールの構成としてフィルターへの入力スチミュラスを生成するスレッドとフィルターからの出力値を読み込むスレッドの書き方を学びます。これが前回作成したフィルターです。このフィルターにはクロックとリセット1つの入力ポートと1つの出力ポートを持ちます。 これは、ポートとスレッド宣言を含んだシステムシ C モジュールです。前回のビデオで説明しましたが、ファイルの作成やプロジェクト管理を容易にするために、機能は別なファイルとして分割します。モジュールとスレッド宣言は一つのファイルに収めなければなりませんが、スレッド定義は別のファイルで構いません。この記述は、fir.h というファイル名で保存しています。 FIR はモジュール名と同じで、ドットエッジは C 言語で定められたヘッダーファイルです。この記述には SCC スレッドの宣言が含まれます。これは FIR メインスレッドを定義した記述で、FIR.CC ファイルとして保存しています。C++ ファイルは拡張子として、ドット CC あるいはドット CPP を用いるのが一般的です。ここでダブルコロンのスコープ演算子を使用しています。これはこのスレッドは FIR モジュールに属していることを意味します。 インクルード文を使って、ヘッダーファイル FIR.Edge をインクルードします。これらのファイルが完成したことで、次に FIR モジュールをテストする環境を構築します。この FIR モジュールは、入力としてクロックリセット e t i n f p を出力として Outp を持ちます。これをリハンス名 FIR0 としてインスタンス化します。これをテストするために、FIR に対応するポートを持つ TB というテストベンチモジュールを作成し、 リファンンススス名 TB0 とししてインスタンス化しますこの FIR と TB に対してシステムという名前の上位モジュールを作成しますそしてシステム C モジュール内に信号を宣言し対応するポートを接続しますただしクロックポートは FIR と TB ともに入力ポートなので若干異なりますそのため特別なシステム C クロッククラスを作成しますがその方法は後ほど紹介しますでは FIR と TB インスタンスをトップレベルシステムモジュールからどのように扱うのかを説明します システムモジュールの記述は次のように行います。まず最初に FIR とテストベンチモジュールのインスタンスを宣言します。そしてローカル信号を宣言し、FIR とテストベンチのポートを接続するワイヤーとして使用します。システムモジュールにはコンストラクターが必要です。その中で FIR モジュールとテストベンチモジュールの宣言、ポートと信号の接続を行います。最後に必ず定義する必要はありませんが、システムモジュールのデストラクターを作成します。それによってモジュールをシミュレーションスタックから削除できます。 さて、どのように記述するか説明します。まず、main.cc というファイルを作成して、システムモジュールとシステム C メインプログラム関数を記述します。常に学んだ通り、システム C クラスライブラリのヘッダーファイル、システム C.h をインクルードします。次に、インスタンス化する2つのモジュールのヘッダーファイルをインクルードします。 まだ tb.h ヘッダーファイルは作成していませんしかし既にテストベンチモジュールの名前とポートリストは分かっていますのでトップレベルシステムモジュールにこれらを記述することができます SC モジュールでモジュール宣言を行い左括弧を書きますこの中で階レベルのモジュールを宣言しますモジュール名を宣言しそのリハレンス名のポインターを定義します C 言語のポインターはアスタリスクから始まることを覚えていてください この手順でテストベンチと FIR の両方を宣言します。では、ダイアグラムに戻ります。FIR と TB のインスタンスを接続しなければなりません。まず、クロックポート以外の信号から始めます。RSTSIG, INPSIG, OUTPSIG 信号を宣言し、RST, INP, OUTP ポートを接続します。記述に戻り、システム C の新しいキーワード SC u n d e s i g n a l を説明します。SC u n d e signal は、 scin や sc アウトのようなテンプレートです。信号を SC シグナルにデータタイプをテンプレートの引数として宣言します。リセットはブールタイプ入力と出力は16ビットの符号付き整数として宣言します。最後に信号名についてセミコロンで終了します。最後に双方のモジュールインスタンスのクロック入力に接続するクロック信号を生成します。システム c の sc アンダースコアクロッククラスはそれを非常に簡単に行うことができます。 記述内で SC クロックの後にクロック信号名を宣言します。ここではクロックアンダースコアシグと呼ぶクロック信号を宣言します。これでモジュールインスタンス、信号、クロックが完成しました。システムモジュールコンストラクター内に全てを一緒にまとめます。では次にどのようにすればよいか説明します。まず最初にシステムモジュールのコンストラクターでクロック信号にパラメータを指定します。 clk アンダースコアシグという sc クロックを宣言したのでこのようなコピーコンストラクターを使って定義しますコピーコンストラクターの最初の引数は文字列ですこれはテキスト名なので clk アンダー r s、IG、という二重引用句で囲まれた文字列を指定します次の二つの引数はクロック周期と時間単位を示しますシステム C はナノセカンドとして sc ア n ダース s ア n s を用いますクロック周期をピコセカンドにしたい場合には sc アンダースコア p s と指定します このクロッククラスはこのような 10nsec の繰り返しクロック信号を生成しますモジュールインスタンスを構築してインスタンスのポートと信号を接続していきますインスタンス化には C++ 言語の入演算子を使いますこの入演算子はインスタンスにメモリー空間を割り付けますモジュールポインターに続きイコールニューでモジュールインスタンスを指定しますこのようにしてテストベンチと FIR モジュールをインスタンス化しますこれらは両方とも SC アンダースクアモジュールです 奇数としてインスタンス名を二重インオフで囲んだ文字列として指定します次に各インスタンスのポートと信号を接続します TB0 と FIR0 はポインターなのでアロエンザーシを使ってポートを指定しその括弧内の信号にバインドさせますこれはインスタンス TB0 のクロックポートをクロック信号 CLK シグに接続しています同様に FIR0 のインスタンスにも同様な接続を行います さて、これでテストベンチと FIR インスタンスのクロックポートはクロック信号 CLK アンダー r s i g で接続されましたこの作業を他のポートと対応する信号のすべてに行えますリセットポートは RST アンダース s ワッシ e i g 信号によって接続するといったような具合ですシステムモジュールの記述の最後としてディストラクターについて説明します C++ 言語のディストラクターはチルダを用いますチルダの後にモジュール名を定義します これは主にメモリーの消去を行いますデストラクターはシミュレーションの終了時に呼び出されその名前の通りコンストラクターとは正反対の処理を行いますニュー演算子では FIR とテストベンチモジュールのインスタンスのメモリー領域を確保しますシミュレーション終了時デストラクターは C++ ププララのデリート演算子によってインスタンスを削除してメモリスペースを開放しますこのようにデリートに続いてインスタンスポインターの名前を指定します メイン cc ファイルで考えるべきことが一つ,つはトップレベルでシステムモジュールを具体化する際にそのモジュールをどのようにどこへインスタンス化するかですもう一つは C++ プログラムではメイン関数以下にプログラムを定義しますがそのコマンド引数の処理をどのようにするかです最初にシステムモジュールをインスタンス化するためトップというインスタンスポインターを宣言します そのポインターにヌルを指定してメモリーが不確定な領域を参照しないようにします C 言語でメイン関数を使用するようにシステム C では SC アンダースコアメイン関数を使用しますこの宣言といくつかの点について明確にしておきます1つ目はこの関数が整数を戻しボイドとならないことです多くの C コンパイラーを値を戻すことをメイン関数に要求します2つ目は argc と argv という SC アンダースコアメインのための特別な引数を定義することです これはコマンド引数をどのように C プログラムに渡すかを示します。a r g c はアーギュメントカウントを意味し、いくつの引数がコマンドラインとして指定されたかを示す整数です。a r g v はアーギュメントベクターを意味し、単純なポインターの配列で引数の文字列を示します。この例では、これらの引数は使用しません。SC メインの最初の行は、システムモジュールのアロケーションです。これはすでに学んだように、ニュー演算子を使います。 次はシミュレーションを開始させるシステム C 関数の sc アンダースコアスタートです。これは単純に引数なしで宣言するだけです。これで FIR とテストベンチのシミュレーションが始まります。この後 sc メインを終了させます。この関数は整数を戻すのでリターン0と宣言します。これで終わりです。これで検証作業における最初の段階を終了しました。 SC 面関数とトップレベルのシステムモジュールがありそこでテストベンチモジュールと FIR モジュールをインスタンス化し信号で接続しました次はテストベンチモジュールを作成しますでは tb.h テストベンチモジュールのヘッダーファイルから始めますシステム C ヘッダーファイルをインクルードし SC モジュールで TB モジュールを宣言します次にダイアグラムで示されたポートを宣言します このテストベンチでは、インプ P は出力ポート、アウト P は入力ポートとし、FI モジュールとは正反対となります。ネーミングルールとしてはどのようにしても良いのですが、ここでは接続するポートに同じ名前を付けたいと思います。これにより、システム C モジュールコンストラクター内での信号の接続で混乱を減らすことができます。ここで、TV モジュール内で使用するスレッドの宣言が必要です。ここではスレッドを2つ使うことにします。 一つ目はソーススレッドでリセットとインプ P ーポートの値を生成します。二つ目はシンクスレッドでアウトピ p 入力ポートから FIR の出力値を読み込みます。ストベンチでソースとシンクを別々のスレッドにしておくことは非常に重要です。シンセサイザーを使用し始めてパイプラインデザインを作成した際、デザインからの値が戻ってくるまでにも連続して値を生成する必要があるのでそのことが理解できます。 さてテストベンチのコンストラクターではソースとシンクがシステム C のクロック同期スレッド SC スレッドであることを指定しますなおテストベンチでリセット信号を生成するので FIR モジュールのようにリセットステータスをチェックする必要はありません tb.h ヘッダーファイルの作成が終了したので tb.cc ファイルの作成に移りますでに学んだように tb.h ヘッダーファイルをインクルードしテストベンチモジュールのソースと シンククロック同期スレッドの動作を定義しますではソーススレッドを作成していきます最初にスレッドの出力値 RST と INP を初期化しますこれらは FIR フィルターの入力シミュラスとなります時刻0で INP を0に設定し RST を1に設定しリセットをアサートしますリセットパルスの作成のため1サイクル待ち RST を0にしてリセットをリアサートしもう1サイクル待ちますこれでリセットパルスが生成され その後、FIR は入力を受け付けることができます。次に、インピーの値を生成して FIR に出力する機能を記述します。インピーと同じデータタイプとして、テンポラリー変数テンプを宣言します。FIR への出力値はまずテンプに代入して、そのテンプ変数をインピーに書き込みます。このシミュレーションでは64個の値を FIR に入力させるため、for ルー,ループを使用して64回ループさせます。 入力スチュームラスの作成にはさまざまな方法がありますファイルから入力値を読み込みその値を入力させることもできますまた数式を使ってノイズとともにサイン波を生成させることもできますここでは簡単にある幅のパルスを生成します if 分を使って i が23から29の時に添付が256の値を持ちそれ以外は0になるようにしますそして添付を出力ポート inp に書き込み1サイクル待ちます これがソーススレッドの機能になります。これでほぼ終了です。あとはテストベンチのシンクスレッドで、FIR からの出力を読み込ませます。まず、outP と同じデータタイプで、inData というテンポラリー変数を宣言し、outP ポートからの入力値を読み込ませるために使用します。ソーススレッドは、64個の値を FIR へ出力します。それは、正しく実行された場合、64個の値が戻ってくることを意味します。 そのためアウト P ーポートを読み出すために64回繰り返すホーループを記述しますその最初の行にインデータにアウト P ーポートから読み出された値を代入し1クロックサイクルを待ちます通常のテストベンチでは FIR からの出力値をファイルに保存しそれをゴールデンシミュレーターの結果と比較してシミュレーションが成功したか否かを決めます別のビデオの中でその方法を解説しますがここでは値を標準出力に出力するように記述します それには C 言語の Cout コマンドを使います。Cout はシミュレーションの実行値に画面に表示させます。Cout に続けて一連の値あるいは文字列を左シフト演算して区切って記述します。ここでは現在のループインデックス i の値を表示し、続いてコロンとタブスペース、それからインデータの値に続き行を終了するように記述します。システム C にはメンバー関数 2int があります。 これは scint のようなシステム C データタイプを純粋な整数に変換しますそして endl は C 言語のキーワードで end of line ラインを終了させることを意味しますこれはループの本体なので次の繰り返しは outp ポートからの次の値を読み込みこれを繰り返しますループが終了すると fir からの64個の値全てを読み込んだことを意味しますそしてシミュミーションを終了させます終了には sc underscore stop を使います SC ストップはシミュレーションを終了させるシステム C 関数でモジュールディストラクターを呼び出しシンクスレッドを終了させますこれでテスト環境の作成が終了しましたトップレベルシステムモジュールの作成 FIR フィルターとテストベンチのインスタンス化そして信号とクロック信号の接続を定義しました では今回の作業についてレビューしてみましょう構造的モジュールとしてテストベンチ環境を作成しましたメイン .cc ファイルを作成しコマンド引数を持つ sc メン関数を作成しましたその中でポインターとしてトップレベルシステムモジュールをインスタンス化しましたまた sc underscore start というシステム C 関数について学びましたこれでシステム C シミュレーションをスタートできますシステムモジュール内でテストベンチとともに fir デザインモジュールをインスタンス化しました そしてそれらを SC シグナルで接続し SC クロック宣言とクロック信号に対するパラメータを学びましたまたシステムモジュールコンストラクターでニュー演算子を用いて FIR およびテストベンチモジュールのメモリーを割り当て信号に接続する方法を学びましたそしてディストラクターを使ってモジュールを削除しメモリーを開放する方法も学びましたそしてテストベンチモジュールの中でどのようにソースとシンクスレッドを宣言し記述するかを学び シミュレーションのための出力チの生成 FIR の出力値を読み込む方法について学びましたシステム C 検証環境について理解していただいたことを期待します次回はシステム C シミュレーションの実行方法について説明します